名前言葉、四つ目は、もう一度。名前言葉、名詞。四つ目は、うちです。これは、宮中という意味です。うちという漢字も、実はもう一つあって、はい。 読むか皆さんはこの「代理」の方で覚えていることが多いと思いますがこれとかあとはこのまま「うち」2文字で「うち」と読んだりすることもあります。いずれにしても宮中つまり天皇の住む御殿を表します。では例文を見ましょう。「君は二日三か?」。 うちえもまいりたまわでとあります。この君という人が一体誰なのか気になると思います。ここを見てください。出典は源氏物語とあります。ですからこの君は、光源氏の君を指します。では、この光源氏の君が、 二日三日、宮中へも参上なさらないでとなります。実は皆さんに着目していただきたいのは、ここなんです。参りたまわで。これは、えー、敬語という勉強のところで一緒に詳しくやりますが、参りたもうという言い方、 参上なささるといいいいう言い方非常ににくく使いますすののでででこの機会に覚えてくださいでは復習以上です。